はじめまして、エンホルトデザイナーの上田瑞希です。今日は秋冬の新作をご紹介したいと思います。エンホルトというブランドは今年の春からデビューしたブランドなんですけども、エンホルドという意味は、ラテン語で包み込むという意味がありまして、洋服に抱きしめられているような、包み込まれているような洋服を作りたいということでこのブランド名にしました。ターゲットとしては30代40代の女性をターゲットにしていて、今まで私がやっていたブランドが20代中心のブランドだったんですけども、自分自身も30代になり、今の30代の方が求めるリアルな洋服を作りたいなと思ってこのブランドを立ち上げました。エンホルドの一つの特徴として、毎シーズンお花柄をやってるんですけども、旬のものを今着るっていう日本の感覚を大事にしたいということで、季節に合ったお花をプリントしています。で、今シーズンのこの今履いているパンツのお花は、芙蓉と水葵となでしこがプリントされています。今シーズン一押しのコートなんですけど、このメルトンを使ったビッグテーラード型になってます。で、シルエットは少し刻印気味のシルエットになっていて、ボタンの位置をちょっと低めに設定しています。で、ボタンも閉じた時に見えないような、よりミニマルでシルエットと素材だけにこだわったっていうコートが今季のエンホルドの一押しのコートになってます。このコートのスタイリングとしては、エンホルドとしてはパンツスタイルが一番おすすめなんですけども、ワンピースタイプのものもたくさん作っているので、同じぐらいの丈のワンピースでソックスなんかを合わせてもらって、ヒールを履いてもらったりっていう、ワンピースと合わせてもらうのもおすすめです。一番はでもパンツスタイルで、今履いているようなちょっと派手な柄のものを刺してもらったり、色物のパンツを履いてもらったりっていう風に、カラーブロックとかをして楽しんでもらったりするのもおすすめのスタイリングです。 L ショップの方でも随時秋冬の新作が入荷しておりますので、ぜひチェックしてみてください。